はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、ランダンヒッチュデラックスガシャコンマグナムです。はい、2016年11月5日本日発売の仮面ライダースナイプの武器だね。はい、の、ガンを購入してきました。はい、じゃあ早速開けていきましょう。おい、ペロリンチョ。おー、結構かっこいい。かっこいい。はい、ということでこちらがデラックスガシャコンマグナムですね。はい、はい、で今ハンドガンモードになっております。はい、なかなかかっこいいね。かっこいい。この辺メタリックブルー、おお、ね、うん、ここファイヤーがブシャって出てる緑のエフェクトがありますね。 A ボタンと B ボタンでトリガーがありますね。はい、反対側はこんな感じでここにスイッチがあります。はい、ではスイッチオン。ガシャコンマグナム。あーだね。じゃあまずは普通にトリガーを引いて大丈夫。じゃあまず普通にトリガー引いてみましょう。はい、お、ああそうだね、うん、よく聞くような音だなこれ、うん、なるほど。じゃあこの状態でまず B ボタンのスペシャル攻撃やってみましょう。はい、で、おお、結構連打だね、うん、ブルルルルルル。じゃあお次は A ボタンを押してライフルモードにしてみましょう。はい、はい、あら、音鳴らないのこれ。音鳴らない、まさか。ああ。ああ、広げるとなるんだね、うん、はい、こんな感じでライフルモードになります。ライフルモードの方はここにオレンジのエフェクトパーツありますね。はい、でスコープもちゃんとついてます。お、スコープ十字に切ってやってね、うん、なかなかいいかも。じゃあトリガー、そうだね、トリガー引いてみてください。ああ、やっぱねライフルだからちょっと長めの音だね。で、スペシャル攻撃、音違う。これだけ？こんなもんか。ああ、こっちは連打じゃないんだね、うん、そっかそっか、ライフルだから一撃必殺だねこれ。そうだね、スペシャル攻撃なんだけどちょっと間違えてたね、うん、まず B ボタンを押して、はい、おぉ、こういう役発動だったんだ。結構だから溜めるんだね。溜める。てってってって、まあこうあれか、こうターゲット合わせてあったらボーンって感じだね。そうだね。あ、そう、ちょっと違いましたね。はい、大変すみませんでしただけど、ハンドガンモードの方ではこれはない。うん、はい、次はガシャッと刺してみましょうか。はい、はい、なるほどね。なんかちょっと寂しかった。こっちのライフル、ライフルのバーン、ガンガンクリティカルっていうからさ、うん、ちょっと寂しいわ。じゃあ今度ハンドガンでやってみましょうか。はい、おお、おお、締めるときも一応なるんだね、うん、でもう一回ガシャッと、はい、てー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 寂しい、寂しい。この微妙な音のズレは何なの？ブヨーンって言った後にガンガンクリティカルフィニッシュじゃん。うん、ちょっと寂しい。ブヨーンって一回なんか当たったんじゃないの？バヒューン。サイズ感的にはこんな感じ。これがガシャコンブレーカーですね。はい、どうだろう。まあほぼほぼ大きさ的には一緒なのかな。うん。でもこれをブレードモードしたらどうなんだろう。ちょっとやってみて。ああ、なるほど、ほぼほぼ同じなんだね。同じだね、うん、ただこのライフルは斬撃打撃できないから、うん、そこはちょっと怖い、うん、寂しい。もう本当に遠くから狙うしかないって感じだね、うん、では私はガシャコンブレイカー、僕はガシャコンマグナムで対決だ。ダメか、届かない、クソ、これでは拉致が開かない、来い、ドアジョン、よし、やった、カマキリが、クリア、クソ、よし、必殺技だ、俺も必殺技だ、あ、
まだ耐えている。何耐えているぞ。まだまだ終われない。ライフルだ。くそ。今度こそクリア。はい、ということで今回はランダンヒッチュデラックスガシャコンマグナムでした。はい、ということで今日の動画もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。